シャー即立で、皆さんこんにちは、高橋です。はい、大の字になればあなたは説教。本日はですね、いよいよ明日新しい新サービスという新サービスを、3月末にお話しするんですけど、その概要と、明日新しいオンラインセミナーをですね開催する、その予告をやりたいと思います。明日ですね、オンラインセミナーの内容はですね、これはまあ非常に面白い内容なんですけども、今月2月はですね、頭で考えるのではなくて心で観察すると、まあ、これ感覚っていうのは不快感とか頭で起こるいろんな感情ですよね。それを全部取り去った後に残る内臓感覚、筋肉、これを心って私は表現したんですけども、これによってですね、もうありとあらゆる人が引きやすくなったと、だいぶやりやすくなったという話を受けました。で、3月はですね、これも筋肉の伸ばし方っていうのを皆さん変えてもらおうかなと。これはどうしても私がやりたかった内容で、弓道というのは腕を上に上げた瞬間に全身の筋肉がパーって伸びるように、できてるわけなんですよ。はい、これを専門的に教える、私個人指導のサービスとかやってたり、初心者の人にもう1ヶ月半でですね、この知識を使って、これとはちょっとすごくライトな内容なんですけど、初心者の人が発節と大敗と八つ貝動作とかの細かい内容、あと先生に言われてる内容を全部やるサービスっていうのをもうすでに施行してですね、もうすでに多くの人たちがこれを使ってですね、もう大敗が楽になり、審査に挑める体制が作れるようになり、今までできなかった内容がですね、もう楽に難なくできるようになって、はい、もう最高ですね。はい、もうこんな時代になるとはって私は思ってます。もうまさかオンラインだけでもう8節の動作が全部綺麗になる時代になるとは、もう私自身もですね、もう教えてて楽しいんですよね。うわ、これ弓道のそのありとあらゆる、もう現代で言われてる8節とか大敗の知識を全部つなげても使えちゃうし、これ弓と禅の内容でそのまま応用できちゃうし、強い弓でも開けるし、つまり何が言いたいか、今日はですね、皆さん一生懸命頑張ってるお目の高いあなたにですね、3つのキーワードをお話ししたいと思います。重心、筋肉の伸ばし方、オンライン、この3つあなた極めたら、あなた一人でどんどん弓道の実力伸びていくんですよ。ぜひね、オンラインを活用できるようにしてください。筋肉の伸ばし方を勉強してください。重心、これは重心がね、上がった状態の姿勢と下がった状態でも筋肉の伸ばし方が全然変わるんです。ここが分かればあなた弓道はもうすぐ上手くなります。弓道なんか簡単です。先生の言われているね、落ちて先行、手の内十文字、ここをなんちゃかんちゃら、もうつい数年前はですね、僕これもう外形的に誤りや矛盾点があるので文献を提示して、違うって正しいやり方はこれだっていうふうに言ったわけですよ。そんなの使う必要な、もうなくなってしまったんですよ。しかもそれを直接恐る必要もなくなっちゃったんですよ。オンラインでもうね、東北地方の方とか、もう剣をね2個3個またいでる人にオンラインで、はい、こういうふうにやれば、はい、弓は楽に持ちやすくなります、膝も立ちやすくなります、その動作でこれで立ってたらなんと姿勢も良くなります、第三動作も取りやすくなります、肘も進んで張れるようになりますよね。これほら YouTube の動画見てごらん、講談社の先生とかできてないでしょと、これできちゃうんだよと、もう講談社から教わる必要ないですよねと、もうそんなところまでできるように、ね、なっちゃったんですよ皆さん。もうオンライン、重心、筋肉の動かし方、この3つ徹底的に集中してください。発節よりも、段を取るよりも、的中を取るよりも、この3つ学んだらあなたはですね、これからどんどん上手くなってきます。これからね、日本の社会っていうのはどんどん変わってくるというふうに、もうはっきり分かります。自分で学ばないと弓道の実力は伸ばせない時代になっていきます。今この高齢者の人たちや講談社の持っている知識っていうのは、表面はですね使えるものではあります。これちゃんと条件満たさないと使えないんですけど、その条件までを先生たちは教えられません。でいいんですよ、もういいんですよ。その先生たちはもう十分に段も取ったし、十分に弓道をこれから貢献してたらいいと思うんですよ。これからは理論弓道、もう私がですね、新しい、もうみんなが練習を目指せるぐらい、もう超もう八節というものの式下げます。大敗というと式下げます。あ、いいですよ、もう何て言うの、昔のね弓道の作法の動作だったら、もうなおのこと楽に作法なんかを身につけられますし、今の現代のですね、こういう風にした方がいい、ああいう風にした方がいいって、いろんななんか決まりあるじゃないですか。あ、もうどうぞ、全てそれ全部活用させていただきます。だって分かりやすくなるから、もっと弓道の大敗がより綺麗に、もっと綺麗になります。もうそんな時代になりました。私の教えてるこの弓と禅の律禅の試合ですね、
立った構えで全てが決まると。そして正しく筋肉を伸ばすと。最初の姿勢が変わると伸びる筋肉がどんどん変えられるんです。伸びる筋肉どんどん変えてもらったらどんどん綺麗になって、その島田先生が言っているやつ全部できるようになりますから。もうそんな時代です。オンラインでやってもらってますから、もうどんどん上手くなってきます。これからはちゃんとその情報に対して、きちんと対価を支払った人間はどんどん上手くなり、そうじゃない人間はどんどん悪くなっていき、弓道をやっても弓道をやっていない時代になります。そういう状態をね、これから作っていってですね、ぜひあなた、お目の高いあなた、明日の発表をお待ちください。私がですね、あなたの弓道の人生を変えます。この3つのツールでね。以上です。ありがとうございました。